今日の待ち合わせ場所は初めて行くイベントハウスだったな。確かここを曲がるんだったか。うん、この音は。技巧に走るあまり音程があやふやだ。それにチューニングも甘い。あのバイオリンの音が耳から離れないな。なぜあんなに早く弾くことにこだわる。あれでは楽器への負担も大きい。ダメだ。あの音が耳に残って。いや、お前が一番最後なんて珍しい。お前なんか顔色悪いぞ。大丈夫？もしかして具合が。いや、別に大したことじゃない。目をそらしながら言われてもね。わかった、話せ。つまり下手くそな演奏をうっかり聞いてしまって気分が悪いと。下手というのは言い過ぎだと。お前にとっては楽器に同情するくらい聞くに耐えない音だったんだろ。で、不調の理由はそいつか、それともバイオリンだったからか。両方か。あの、それってどういう。話はここまでだ。そろそろリハーサル始まるぞ。でも青柳くん。今日は別々だし、お前らが先だろ。その間に何とかしとく。まあ、あんたの相棒なんだからそっちに任せておけば大丈夫ってことなんでしょ。小羽根、行こう。うん、青柳くん、無理はしないでね。あ、悪い。別に、どうせ耳に音が引っかかってるとか残ってるとかで気持ち悪くなってるんだろ。多分。それならリセットしてから行くぞ。リセット。ほら。相変わらず伸びのあるいい歌声だ。悪い、待たせた。もう行ける。よし、行くぞ、トウヤ。あ。